今日午後0時40分ごろ、佐賀市川添町で建物から黒煙が上がっていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。警察によりますと、住宅には80代の女性と孫の20代の男性が住んでいて、火災当時は外出していたということで、火事の詳しい原因を調べています。